なんや。へえ。この前はそっちの方の乗り場から乗ってましたけど、今日のやつはこっちから見たんですね。これが、あの駅とかそっちの方に行くやつなんや。なんやけど、イオンモールの方は夜みたいなんで、これでいいみたいです。どういうこと？やっぱりよくわからんけど、とりあえず全部イオンモール寄ってくれるみたいですね。うん、ネオポリス、大山だとかここに行こうかな。へぇー。何やったのか。さあ、バスがスッとやってきましたけどね。イオンモール通り前。案外裏口の方なんですよ。これ案外近い。ここから抜けれるようになってんだ。へえ。あ、そっちから裏口があるんだ。これどっから入れるんだ。あ、従業員出入口がそっちにあるんだね。やっぱりさ、従業員の方とか、中のテナントで働いてる方とかは、こっちの方が便利なんだ。ああ、なるほどな。ちなみに、そこの中から入れるはずだけど、三義鉄道の、三義バスの方は、反対側の方になるんですけど、ピックアップこっちにあったんだ。へえ。アメリカのなんかアマゾンとかが始めたやつですよね。ピックアップスペースで。あ、なんかアメリカのやつはなんかドライブスルー方式になってるらしいです。まあ来たらそのまま入って渡してもらえるようになってるっていうね、構造ですよね。で、ここから中に入れるぞ。で、反対側の方らしいんで、実は結構離れてるんで、三義バスの方とはね。一応場所を確認して、時間も確認しておきましょう。1時間1本とかですからね。さあ、さっとね。横断してきましたけど、ちょうどそこはイオンバイクと薬局コーナーがあるところですね。そこからストンってくると、ちょうどこうですね、真反対側ですよね。に、バス乗り場とタクシー乗り場もあるんですね。で、こんな感じですよと。で、次が、これ、桐蔭駅にここだから、山城の駅前に行くやつはこっちじゃないのか。あ、こっちや。山城駅行き。そうすると、16時50分で、次17時10分が来る。次18時35分か。でもこれかな？ちょっと飯とか食ってしとったら、ちょっと20分ではパッと食ってくのは難しいでしょうからね。でもそんな予定で行きましょう。なんかパッと食えとかあったっけな。あ、餃子のお醤油あるじゃん。そはんそはん。よし。さあ、そろそろバスの時間が近づいてきたんでね、こっちまで来ましたけど、もうすでにお醤で食って、すがき屋で網作ってっていう黄金パターンですね。ちょっとね、欲しい本があったんでそれだけ買っといてって感じですね。まあ一応こういうものもしたっていう感じで、時間は潰せますからね、ノーモード時代は。さあ、で、ここからね、三義鉄道での、三義バスか。で、行こうっていうところなんですけど、大阪タクシーが来てるんだ。珍しい。小森町の方のタクシー会社さんですね。で、あれなんですよね。調べてみたら、普通にね、18時5分とかにね、北西中央方駅っていう方に行くやつがあって、藤原方面に行くんだったらそっちの方が全然いいみたいですね。時間調べてみたら、これ今から乗るバス、富田方面に行くやつにはすごくアクセスよく作ってあるんですけど、藤原方面は結構また駅で20分ぐらい待たないといけないのかなっていう構想らしいんで、30分待つ構想なんで。なので、オレンジバスで行った方が良さげみたい。あ、これが18.35。これ200円ね。これさ、
っかり暗いけど山城駅久しぶりに来ましたね。あの桜神社と佐久神社合格期間の旅シリーズみたいな、あの大井川鉄道とか行った時の来て以来ですね。でノピックさんに一人行ってました。短期バスだね、大きいバスですからね。なんかこの放送室が入ってこないのかなんかね、見事ありますよね。冷静に考えてみたら、これあの珍しいのがこの辺りのバスにしても珍しく、あの前乗りの前払いなんですね。うん、後払いだと思ってたんで、料金用意してなかったから、わたわたと、一人で現金用意してましたが、まあ200円なんですぐね、数コインで料理できますからね。で、山城駅前で、近鉄四日市とか JR の方に、行くやつもありますよといった感じですね。夜10時ぐらいまであるのか。うん。今日、藤原戻らないといけませんからね。では、山城駅。どこに行く？イオンモール横田川で近鉄四日市の方に行くやつもあるんですね。実は今日は天ヶ瀬が2丁目。天ヶ瀬かな？はいはいはい。そのまま木の、踏みつの方まで入っていくんですね。で、これが、先の時だったんですね。今、着いたのがそのまま折り返して45分。結局あれですね、40分ぐらいに、到着した列車のお客さんを拾うっていうような形になるんでしょうね。なるほどな。でも、と思ったら、そうか、どっちもね、その遠いからなっても読むのかなと、結局全部1日200円なんで、前払いの方が便利っていうことなんでしょうけど、冷静に考えたら、遠い駅からここまで200円で来れるとめっちゃ安いね。結構距離あるもんね。うん。って思いながら、とりあえず中で待とうかな。夜に来ると趣ありますね。まあ、ちなみに30分だと行って帰ってくる微妙かな。そこのね、奥に薬の空きがねあったりしますんで、まあ一応商業施設もありますね。下手にあっちに行くよりはそっちの方がいいのかな。シフトワルホームで、まあ、しばらく来ませんけどね。まあ、暑くも寒くもないんで、外で待ってましょう。あ、ってこと、藤原駅まで戻ってきましたけどね。さて、今、ゆっくり帰ろうかなってところなんで、ちょっと夜の8時からちょっと予定ができちゃったと思うんでね、急いで待って、ちょっと四日市の方で戻らないといけないんで、ちゃっとね、締めていきたいと思います。あとはね、アスナロ鉄道と、熊野市駅も。あの席は本当に、ね、ちょっと行けるか怪しいけど、まあ、なんとか都合を見て、なんか遠くまでだからな、結構もう週末のチャンスが2回しかないから、どっちかにね、予定が入らなければいいんですけどね、まあ、なんとか、うまいこと調整してやっていきたいなというところですね。まあ、そんな感じで、とりあえず、一旦、三木鉄道は一晩コンプリートってことでね、もうちょっと急いで帰りますもん。8時10分しかねえじゃん。間に合わん。ちょっと連絡入れとかんと、感じで行けるということでございます。ご視聴ありがとうございました。